はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はね、自分がダイエット生活してて、これもう絶対必要だなって、これがないと本当ダメだなって思ったものを、ちょっといきなりこれは取った方がいいよっていうのをちょっと紹介していきたいと思ってます。まあ30日間のね、ハンドクラップ生活。まあ今減量ですね。ダイエットですね。つい先日終わりました。30日間ハンドクラップやって、あとまあ食事、まあ、制限ね、糖質制限とか、まあ脂質制限とかね。してました。合計でね、17.4 キロ痩せたんですけど、いきなり途中からね、体調が悪くなったりとか、すぐ疲れちゃって、寝ても体力が全然戻んなくて、そういう日がね、ちょっとありました。初めてのダイエットだったんで、栄養士じゃないし、じゃあ調べてなんかしてたわけでもなかったんですけど、その時にもう本当に、もう何が足んないんだろうなっていうのが、すごい思ってて、ある時にね、ちょっとコンビニ行ったんですよ。引きつけられたんですよね。そういう知識とかないですよ。本能っていうのはね、そういうのがもう反応したって感じだったんですけど、もうほんとそれを取ってからね、体の調子がね、もうすごい良くなってね、ダイエット前よりもすごい良くなっちゃって、あれみたいな。で、それがね、こちらです。ギャホーこれですね。はい。ビタミンですね。あと、プラス、クエン酸ですね。クエン酸。食事じゃないしなと思って途中まで出してなかったんですけど、飲んでから、そのビタミン飲んで、クエン酸飲んで、次の日体調結構良くなったんですよね。完全回復じゃなかったけど、すごい良くなってて。で、次の日でも、クエン酸、これですね。これ飲んで、まあビタミン取ったら、なんと体調復活して、余計踊れるようになって。もうずっと、ダイエットの半ばぐらいからかな、取り始めたんですけど、その後もずっと体調がいいままで、体力も、まあ完全回復する日としない日はあったりするんですけど、これを取った時には、まあある程度ね、もう全然動ける状態になりましたね。まあ、後でちょっとご紹介するんですけど、まあ、若干カロリーがあったりとか、炭水化物があったりとかするんですけど、それでも取った方がいいですよね。なんでかというと、取らないで体調悪くて、あんま動けない状態で、ハンドクラップを、まあ、1日15分前後ぐらい、やってたんですけど、1曲ぐらいしかもう踊れない時もあったりとかもしたんですね。1曲しか踊れないってその状態だったら、これ飲んで、体調戻して、15分円とかね、15分以上落とった方が、全然カロリー消費になるし、皮下脂肪とかね、内臓脂肪も減ってくれるんで、すごいね、このクエン酸のビタミンすごい大事だなって思いました。不足することによって体が動ける、体が復活できるよっていうところですよね。いや、ほんと、すごいなって。疲れが取れないとかね、すぐ疲れちゃうっていう人はね、クエン酸とかビタミン、この辺ね、おすすめします。ビタミン、B1、B2 とかね、いろいろあるんですけど、正直、僕もそんな詳しいのはわかんないです。はい、ではね、私なりに調べたクエン酸の効果を説明します。本当にものすごくて、まず疲労回復で血液をサラサラにしてくれたり、抗菌抗ウイルス作用、美肌美容に良い、食欲促進、ミネラルとか栄養素の促進、あと糖尿病の予防、あと抗がん作用、もう本当すごい効果がたくさんありますよね。でクエン酸が入ってる主な食材は梅干し、カボス、ライム、レモン、グレープフルーツ、オレンジ、パイン、イチゴなどです。クエン酸の1日の摂取量は 2g が良いとか 15g 以下が良いとかありますが、私は毎日 5g 摂っております。食事制限中も毎日ね、体の調子が良かったです。まあ、ただし酸なので歯磨きはこまめにしてください。商品詳細は説明欄にあるので見ていただければと思います。まあ、僕の実体験ね、本当実体験、本当これに助けられたなって。結構ね、食事見ていただければわかるんですけど、僕あんまり野菜食べてないんですよ。ご飯の後も野菜とか食べてないし、最後の方も絞り上げるために70切ってやると思って結構食事制限とかもしてたんですけど、これ飲んでて体調僕全然悪くなかったんですよね。まあ個人差あるのかもしれないですけど、僕はすごいとも助かりましたね。昔に比べたら食べてない量なのに、食べてる時よりも体調が良くて動けるってすげえなっていうのは思いましたね。まあこの表を見ていただければわかると思うんですけど、必要な、まあ、ビタミンとかいろいろ取っていくのに、まあ、いろんな食べ物を食べないとやっぱ取れないんですけど、補助食品ですけど、やっぱそういうので簡単に取れるっていうのがあったりするんで、人工甘味料が入ってるのがあったりするんで、まあ、嫌な人は嫌なのかなと思います。まあ、ゼロカロリーとかもあったりすると。はい、じゃあ、まあ、そんな感じでちょっと見ていきましょう。まずちょっとクエン酸の方からね、紹介します。はい、まずこちらですね。薬局屋さんでも売ってるものと、おそらくAmazonでしか買えないのかな。
結構クエン酸って、まあ、中国産が多いんですけど、国産のクエン酸ってほんと少なくて、まあその国産のクエン酸ですね。最初の方ずっと飲んだのはこれですね。クエン酸チャージの方なんですけど、水筒を持ち歩いてて、水って飲まなくて、基本もクエン酸に水を入れて、まあ水分補給してました。まあ、味、レモン味って、で、まあ本当すごい楽だったんですけど、あと結構水じゃないんで、だから味が薄いとさ、どんどんゴクゴク飲んじゃうんですけど、まあ酸味があるんで、そんなに息ゴクゴク、まあ人によるか。水道水でもまあいいとは思うんですけど、あとはまあ水をね、こうやって入れて、まあ500、まあ僕の場合はまあ400ぐらいで残り氷を入れるというね、まああんま体冷やしちゃダメなんですけど、僕は冷たいものの方が好きなんで、まあ振ってあげると、上に浮かんでるものはまあアミノ酸みたいですね。はい。私はもうずっとこれを毎日飲んでました。だいたいまあ、その、1本から2本ぐらい。だいたいまあ、500から1リットルぐらい1日に飲んで、これ本当に良かったわ。人工甘味料がね、じゃあ入ってるのが気になる人は気になるのかなと思います。あとはクエン酸だけなのもあります。あと、これこれですね。白いんですよね。で、これに。皆さん気をつけてください。クエン酸でも食品添加物と添加物じゃないものがあるんですよ。要はクエン酸で今日お掃除とかにも使えるんですけど、食品添加物じゃないクエン酸は飲まないでください。クエン酸だけで飲むと甘くもないし、ただ酸味が強いだけなんで、僕の場合は天然甘味料ですね。人工甘味料じゃない、トウモロコシからできてるやつですね。カロリーゼロのやつですね。これを私は入れてます。そしたら全然甘く飲めるので、溶かした感じこうですね。はい、黄色いかなと思ったら黄色くないんですよね。僕もこれ使って、クエン酸って白いんだって初めて知りましたね。これも1000円前後ぐらいで買えるんで、そんな高くないですね。はい、もうそんな感じですね。もうすぐ取りたい人はね、こっち買っていただいて、まあ、天然甘味料とかね、そういうの気になる人は、まあ、こっちの、まあ、国産のね、クエン酸がいいんじゃないのかなとは思ってますと。はい、次ね、ビタミン系ですね。ぶっちゃけ、これ飲んでれば正直、安いし、ビタミンも取れるし、まあ、いろんな、ね、アミノ酸とかもいろいろ取れるんですけども、腹持ちしないんで、個人的にやっぱり味付いてるものを飲みたいと。で、やっぱりお腹空きすぎちゃうと、夜寝れなかったりします。で、そういう時に僕結構飲んでてましたね。寝れない時に、なんか味があって、やっぱお腹に入って、さらにじゃあ果物系なんで、結構スッキリするんですよね。で、一番安いのが、実はこれなんですよ。クリエイトさんで売ってるんですけど、すごい安いんですよね。11種類のビタミン配合。正直全部美味しいですよ。はい。すごく美味しい。僕、果物大好きなんで、ダイエット中果物を食べないのがほんと辛くて。でも、これがほんと幸せだった。ほんとに。ほんとありがたかった。で、最初飲んだ時は、やっぱりそのゼリーより、液体化したものが出てくるんですけど、それがすごい甘くて、すごい美味しかったですね。ちょっとじゃあどれか飲んでみましょうか。ほんと全部美味しいんですけど、じゃあ、ビタミンね、これちょっと飲んでみます。このマルチビタミンのゼロカロリーオレンジ味なんですけど、まあ、果汁 1% で、エネルギーゼロで、炭水化物 11.0、人工甘味料も入ってるし、マルチビタミン。まあ、どういう味なのかと。飲んでみます。ビタミン12種類1日分ですからね。いただきます。うん。普通にうまい。普通にうまい。はい。辛いたまんないじゃんと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、減量中は本当にこれ飲むだけ嬉しい。まあ何よりね、その中を膨らせめるっていうよりも、体調を整えられるっていう感覚で飲んでいただければと思います。はい、まあそしたら、じゃあこれでいいのかって話になっちゃうんですけど、飲んでるって。味わいたいとか考えたら、こういうゼリータイプの方がね、まあ、精神的にもいいのかなっていうのはすごく思いました。値段で言うと、178円、170円。これが意外と安い。158円。178円。で、これがね、コンビニで買ったからちょっと高かったんだよ。195円だ。コンビニしかこれ売ってなくて、195円。まあはい、そんな感じで、必ず、まあ、ダイエット中の方はね、ダイエット中じゃない方も、やっぱりそう、食事だけじゃ取りきれない部分結構多いんで、こういう、もうビタミン、絶対おすすめですね。僕はその、ほんと助かりましたね。
はい、もうね、結構やっぱ体に悪かったものが安かったりするんですよね。カロリーが多いものが安かったりね、逆にその健康的なものが高かったりねするんですけど、まあ、みんなでね、健康的な体を作ってみんなでね痩せてモテていけたらなと思っております。はい、そんな感じで、私がね本当にダイエット中にねこれがあって救われたっていうものを紹介させていただきました。皆さんもぜひね参考にしていただければと思います。